はいじゃあ今回は生態系サービスについて授業していきたいなというふうに思いますじゃあ見てください実は生態系サービスって言葉自体はもしかすると生物基礎の中でちょっと出てきたかもしれないじゃあちょっと今一度ね確認してみると生態系サービスっていうのは生態系から私たちが受ける恩恵のことをいいます、ね、まあ恩恵って何なんだと別に受けてる感じしないけどなって思うと思うんだけど実はねものすごく雨が降った時に川ってどうかもちろん 増水はするけど、氾濫するってとこまでいかないでしょ。それはどうしてかって言うと、山の上の方にある。森っていう生態系が大量に降った。雨をまあ言ったら土の中にストックしてくれて、その水が一気に流れ出して、川がものすごく増水するっていうのを防いでくれるからなんだよね。まあ言ったらダムみたいな。働きっていうのを森っていう生態系がやってくれる。つまり、僕らは森っていう生態系からまあ治水っていうような恩恵を受けてる。つまりそういうものを。 生態系サービスっていう,ふうに言ったりするわけで僕らそれは当たり前だと思ってるからあまり気づかないんだよねでも森が失われることによってまあ実際川が氾濫するっていった時に初めてあ生態系サービスを受けていたんだなってことに気づかされたりするわけ。ね、で実際その生態系っていうのは何へできていたかっていうと生物をそれを取り巻く環境でできている。で僕らはは生活をする上で実は ここに示したようなある生物集団を分断化して局所抗体群を作り孤立化させてこういったプロセスでその生物を絶滅に追い込んでしまうってことを、まあ、してしまう場合があるんだよね。っていうふうに言ったと思うんだけどそうするとその絶滅の渦によってある生物が死滅してしまうつまり絶滅してしまうってことが起きると実は生態系のバランスは大きく失われて実は 当たり前だった生態系サービスをいつものように受けることができないみたいなことがあったりするんだよ。 だから実際生態系っていうのは常に常に保たれていかなきゃいけない維持されるものなんだっていうふうなことをね実は生物基礎でちょっと勉強してきたってことがあったわけで今回生物の分野で特に生態である生態系サービスはいいもう一回言うけど生態系から受ける恩恵それが一体どういうふうな種類があるのかっていうのを、まあ、次のスライドでね紹介していきたいなっていうふうに思います。 はい、じゃ早速生態系サービスを紹介していきたいなというふうに思います。じゃあ見てください。生態系サービスは1枚目のスライドでも言った通り、もう一回読みを生態系からもた,もたらされる恩恵のこと、まあ、僕らが受けるまあ、言ったら利益のことをま言うんだよね。で、実際その生態系サービスっていうのは 細かく実は3つに分けることができるんだけどその3つの生態系サービスっていうのはそのもっと基礎になってくるサービスっていうのが実はあったりするまあそれ何なんだろうなって多分思うと思うんだけど名前はこう言いますはい、ね、基盤サービスさっきも言った3つのサービスの元となるものじゃあなんだこの3つのサービスはって思う前にじゃそもそもどういうものを言うのかというとはいこういうものを言います植物から、まあ、言ったら供給される酸素だったり あるるいは微生生物のの活動によってまあ生じてくる土壌の形成つまり土壌ができるみたいなつまり生態系の中にきづく生物たちが基本的に生きていくためにまあ必ず必要となってくるものをいったら供給する部分まあそれを基盤サービスっていうふうに言うわけてそうするとこの基盤サービスがしっかりちゃんと整ってる上で実際生態系がちゃんと成り立ってくるとその中に 3つに分けられたサービスがそれぞれあってまず1個目を何て言うかというとはいこう言います。はいね、供給サービスなるほど供給サというのは何かというとこれね例として免許を出させてもらったんだけど生態系の中にできたこの免許っていうものは僕らに何を与えてくれるかというともう免許そのものつまり ね、コットンを与えてくれるんでねで僕らはそのコットンをどうするか別に食べるわけではなくて衣服に使うみたいなことをしてるわけだから実際供給サービスっていうのは、まあ、食料とかさっきも言った通り医療品医薬品のようなまあ言ったら生態系そのものが僕らの食べ物になったりとか生活の必需品になってきたりっていうふうに僕らにその物質を与えてくれるような生態系サービスのことを特に供給サービスっていうふうに名前付いているわけじゃあ3つ目の今度は2つ目何かっていうとはい。 次は調節サービス、ね、この調節サービって言葉だけ見ると何のことって思うかもしれないけど実は洪水を防ぐ。まあ 1一枚目のスライドで言った森がね大量に降ってきた水を実は治水してくれるみたいなダムみたいな役割を果たすみたいなそういうことねでさらに波の侵食を防ぐまあ波の侵食を防ぐっていうところで実はサンゴ礁を出させてもらったのサンゴ礁で一番大きいものって言ったらオーストラリアのグレートバリアリーフみたいなものがあると思うんだけどあれはねものすごく大きくてまあすごいサンゴ礁だなっていうだけじゃなくて実はオーストラリアの大陸を波から守っているってことがあるわけ。 で実際そのグレートバリアリーフがうまくその、ね、防波堤の役割を果たしてくれているってことがあるからオーストラリアの大陸はああいった形をい、ね、まだにこう残しているもしあれがなかったとしたらどん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 陸地が削られてしまって今のような、ね、ああいう広い、ね、オーストラリアなかったんじゃないかというふうに言われてるわけだから実際にこういうふうにそれがあるってことによって災害とか、ね、こういった侵食みたいなものをこう防ぐ。 まあそういったサービスのことを生態系サービスの中でも調節サービスっていうふうに言います。で最後の3つ目は何かというとはいこれです分。文化的サービス、ね。これちょっと難しいなと思うと思うんだけど、まあ、読んでみたら簡単です。何かというとレジャーとか芸術、ね、物質そのものをもらったりとか災害を防いでくれるっていうものじゃなくて生態系っていうものがあることによって僕らの生活が豊かになるみたいなイメージなんだよ。例えば ここに示すように。まあこれレジャーって出てるけど、まあ、これキャンプだよね。まあ、実際生態系っていう。まあ、例えば森の中に。まあキャンプを張ってね。まあ、みんなで遊びに行くとかってなってくると、まあ、もちろん、あの仲良し同士からもともと仲良しかもしれない。もっともっとね。 仲良くくななっていいみたいな、まあ、僕ら生活していくっていったらつまり僕らの生活がもっともっと豊かになるためにこういった生態系が使われてるレクリエーションで使われてるみたいな話なんでねでさらにそれだけじゃなくてそういった生態系を見ることによって美しいものを見ることによってそこからインスピレーションを得て絵を描くとか。 いろんなな彫刻を作ってみるみるたいなそういったものもやっぱり生態系から受けている恩恵だっていうふうに考えることができるからそういったものを文化的サービスっていうふうに分けで一応ポイントとしてね一気にこう全部出させてもらったんだけど何て言ってもこの黄色のところを覚えてもらいたいでさらにこの3つに分かれてるってことなんだけれどもやっぱりその一個一個が具体的に何なのかっていうのをね、まあ、自分の言葉でいいから説明できるようにっていうふうに復習するようにしてみてください。 はいじゃあ今回の内容を問題で確認していきたいなというふうに思います。じゃあ見てください。生態系サービスについて次の問いに答えよ、うん。生態系サービスというのはそもそも何だったかっていうと生態系から受けるまあ、恩恵のこと、私たちが知らぬ間に受けているまあ、言ったら利益のことをまあ、生態系サービスっていうふうに言いました。でそれは全部で3つあってね。ちょっとそれを思い出しながら問題行きましょう。各地 生態系より食料や医療品などをを受けるサービスを何というか答えを、うんね、生態系からはいろんな恩恵を預かっているけど生態系でできたまあ賛成されたそのものを僕らが受け取って食料や医療品に、まあ、いったら利用してる、ね、そういったサービスのことをんていうか、まあ、受け取ってるわけだから、まあ、そのままの名前なんだけどこれを 要求サービスっていうふうに言いました。うん。じゃあ次に2番、生態系が洪水を防ぎ、波の侵食を防ぐサービスを何というか答えをうん。 ね、2番のサービスの場合はそのものが何かをもらえるとかっていうんではなくて、まあ、生態系が存在しているってことによってここにあるとおりダムの役割を果たしてくれたりあるいは防波堤の役割を果たしてくれたり、まあ、その存在がね僕らの生活っていうのの、まあ、言ったら災害とかねそういったものからこう守ってくれるみたいなそういったサービスでねそれを何て言ったかちょっと名前とねこの内容あんまりこう一致しないみたいな感じかもしれないけどこれは 調節サービスっていうふうに言いました。うん。じゃ、最後、三番ね。括弧一、括弧二の元となるサービスを何というか、答え。うん。で、この。括弧三の答えっていうのは、この供給サービス、調節サービスと、あともう一個のサービス。のことを聞いてるんだよって、それらの元になるものだよね、を聞いてると。だから、まあ、一応、まあ、問題は聞かれてないんだけど。 供給サービス調節サービス以外の3つ目は何だったかこれ文化的サービスっていうのがあったと思うんでねそうそう。そういった3つのサービスの元は何かっていうと生態系に息づく生物たちが、まあ、実際生態系の中で生存するために最低限必要なサービス、まあ、例えば何かっていうと植物が光合成によって酸素を供給するとかねあるいは微生物がその活動の中で土壌を形成していくみたいな。 ね、まあまあもう一回言うけど生きるために基本となってくるようなサービスのことをまあこれ3番で、ね、聞いているってことになるんだけど、まあ、基本になっているってところだからね、まあ、イメージは多分つかめるとは思うんだけど。 基盤サービスいいうふうふに言いましただからまとめてみると生態系サービスっていうのはこの基盤サービスっていうものが元となっていてこの基盤サービスが成り立っている上に供給サービス調節サービスさらには文化的サービスってものがあったんだねこういうふうに整理をするようにしてみてください,、はい。じゃあ今回の内容をまとめていきたいなというふうに思います。じゃあ見てください今回は 生態系サービスっていうのは何かというと生態系からもたらされる恩恵、ね、僕らが知らず知らずのうちに生態系から何かもらってるそれを生態系サービスっていうふうに分けじゃあそれはどんなものがあるのかっていったときに基本的には3つのサービスがあるんだけどその3つのサービスの元となるものを基盤サービスっていうふうに言いますこの基盤サービスっていうのは植物からの酸素の供給や微生物による土壌の形成つまり 生態系の中の生物たちが生きるために最低限必要なものを供給してくれる、まあ、それを基本的に基盤サービスと言いますそうするとこの基盤サービスが成り立った上で3つのサービス1個目は供給サービス食料とか医療品とか、まあ、医薬品ね、まあ、言ったら生態系できる、まあ、植物とかねそういったものそのものが実は僕らの食料医療品になってくるっていうものを、まあ、言ったら供給サービスっていうふうにで2個目の調節サービスっていうのはサンゴ礁のような こういうものをちょっと見てもらえば分かると思うんだけど洪水を防いでくれたりとか波の浸食を防ぐことのように実際物をもらうわけじゃないんだけどその生態系が存在しているってことによって災害から守られてるみたいな、ね、そういったことを調節サービスっていうふうに言います。で最後が文化的サービスっていうふうに言ってまあレジャーだよね。 生態系で実際に僕ら楽しむことができたりってことによって、まあ、文化的な、ねまあ、活動ができて、まあ、より良い、ねまあ、生活ができるみたいなそれも実際サービスってことで文化的サービスっていうふうに言いましただから生態系サービスのは基盤サービスの上にもう一回言います供給サービス調節サービス文化的サービスの3つがあるってことをしっかり覚えるようにしてみてください。